どうもカマです。シティーズスカイライズ2実況パート34やっていきましょう。さあ今回はやっていきますよ。ここはどこでしょう。何やらシャッターみたいのがありますね。お、入っていきましたよトラックが。さあそういう物流があるところですね。はい、こんな、おー、なんだい、はい、こんな感じ、こんな感じ。どんどん入っていくね。ぶっちゃけ今回ね、すごい多分簡単です。はい。こっちを見るとね、多分ね、すぐ答えわかると思います。わかるかな？わかってきましたかな？はい、ここは人が入るところですね。うん。従業員が入っていくところでしょう。さあ、はい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 、ということで、これは、はい、やってきました。貨物列車。ということで、答えは、こちらです。貨物列車ターミナル。できればね、ここのクレーンがね、ウィーンってこう動いてほしかったんだけどね。まぁ、ちょっと今後のアップデートにそれは期待ですね。ちなみにアップデートといえば、直近でまた新しいアップデートがリリースされたようでして、何かしらなんかバランスとか変わったっぽいね。なのでちょっと新しいアップデートの仕様で落ち着くまではいろいろ問題が起きるかもしれませんが、まあ一時的な問題って治っていくんじゃないかなという気がしている。前回はこちらの贅沢をですね、仕上げましたということで、はい、南の方は低密度オフィス街やら住宅商業、そして北に向かうにつれて中密度高密度を建てていって、鉄道駅がねここにあって、鉄道駅の北側は完全に高層ビルオフィス街という感じで、まあメリハリをつけたつもりでいます。ここの贅沢に入ってくるとこのインターもね、いろいろ車線を増やしたりとか、やったことで渋滞は解消されたのかな。ちょっとなんか重いな止まるね。はい、まあ渋滞はしてなさそうだね。あと郵便はどうだったかな。郵便局もね前回、結構増やしたんだけど、あ、いい感じだね。前この辺り真っ赤だったもんね、郵便物が滞留しちゃって。こっちはまだちょっと、いやでも、うん、前回よりマシになってるから、時間が経ったらもっと解消されていくんじゃないかなって気がしている。うんうん、あ、だいぶマシだよ、全然いいわ。さあということで今回はですね、前回やるやる言って結局時間なくてできなかったこちらの初等軍をですね開発していきたいと思います。まあ、結構な数あるんですよ、ここほらすごいあるでしょ、いっぱい。これを今回だけで全部いけるかどうかわからないんだけれども、まあ前全部の島を開発するんじゃなくて、いくつかはこの自然のまま残しておきたいよね。こういう森がある島とかね、ちっちゃい島とかはさ残しておいた方が、まあ、自然と共存している感じが出ていいんじゃねえかなと思うんですよね。あとここの下水ね、これなんとかしたいね。ちょっと汚いもんね。はい、これも今回何かしら考えていけたらなと思います。さあということで、人口は21万6000人になりました。だいぶさっき見てもらったように、処理が重くなってきております。そろそろドキドキしてきた感じだな。パソコンくんには今回も熱をガンガン出しながらね、頑張ってもらいましょう。シティーズ2やるとね、部屋の室温が10度ぐらい上がるんだよねはい、ということでじゃあ今回もやっていきましょう。スタートです。さっき言ったようにアップデートがね、リリースされて、あのねちょっとその更新内容で一個気になるのがあってさ、先にそれだけやっていいかな。あの鉄道駅があるじゃろ。鉄道駅って地下鉄駅が併設してあるんですよ、鉄道駅のアップグレードでね。ただこれがね思ったより使われてないなぁという現状がありますと。もっと使われると思ってたんだけど、地上のさ鉄道駅はすげえ人ばめちゃめちゃいるんだけどさ、すごくない？これあ、でもやっぱりちょっと軽くなってるわ。これめっちゃ軽い。前もっとクソ重かったもんね。やっぱあれか、歯か、歯がなくなったか。住民の歯まで描写してるからめちゃめちゃ重かったみたいな話がねあったけども、歯はなくなったのかな。はい、チェックさせていただきまーす。お姉さんいいですか、すいませんね、失礼しまーす。なんか肌の質感も変わった気がするな。ちょっとなんかマネキンっぽくなった。いやまだ歯ありますね。
あるあるね。あるけど軽くなる。なんだお前。なんだお前って言った。ごめんなさい。ちょっとびっくりしちゃって。すいません。はあ、あるな。の割にはすごい軽いんだよな。君、すごい渋い顔してるね。すごい歯が立派だね。立派すぎるね。すごいわ。なんかあれかもね。遠くにいる人は歯を描画しないとか、そういうような制御が入ったのかもしれないね。まあいいや、やりたいことは、この鉄道駅に付属した地下鉄駅、これがなんか使われやすくなったみたいな感じらしいので、ちょっとそれ、ただそれね、一回鉄道駅を建て直さなきゃいけないらしいのよ。なのでこの絢爛ステーションを一回これ壊すのか、めちゃめちゃ大変な気がするけど、これ壊すのじゃないとまあダメなので、一回壊すわ。俺壊すわ。いけー、はい、うわー、おおー、すごい。すごいねこれ。はい、もう一回立てますよ。あ、でも楽だな。これちょっと こうやってここに寄るように設定してあげればいいだけっぽいな。あ、楽、めっちゃ楽。さあこれでどうですかね。地下鉄使ってくれませんかね。お、来たか。なんか人消えてくけど怖いな。なんでこれ消えてんのこれ。え、来てないよね列車。ああ、来た来た、今来た。ちょっとまあ、設置し直したばっかだから少し動きおかしいかもしれん。まあそれは良しとして、こちらの初等開発をしていきたいと思います。基本はね、やっぱね、ここの本土の方から橋をね渡して、島並海道みたいにさ、メインのね大きい島を渡り歩いていきたいんですよね。ここからぐるっと来てこっちに戻っていくイメージ、ぐるーって。それいいな、そうしようか。ということで、まず西側のこの辺りですね。最初にマップを、タイルを買いましょう。こんな感じか。46タイル。おー、これで46か。これさ、もうメガロポリスだから新たにアンロックできるタイル数増えないんだけど、もうこれ以上全部のマップを開放することはできないらしいね、これね。どっかのタイルは必ずアンロックできないまま残っちゃうっぽいよ。まあこの辺りもね、パソコン版だったらそのうち多分モッドが出るからそれでどうにでもなると思うけど、一旦こんな感じで橋を架ける予定地のタイルをアンロックしましょう。はい、前回もちょっと言ったんですけど、橋を渡すときにこれを使いたいんですよ。大橋、都市のランドマークとなる壮大な橋、これをまずアンロック。おー、すごい。あー、なんかヨーロッパ感あるね。へー、ロンドンとかにありそう。ちょっとイメージと正直違ったけれども、まあせっかくだから使っていきましょう。こんな感じで、めちゃめちゃ立派だな。少し緑がかってる感じでいいですね。で、そこから4車線道路ですね、つなげまして、出た、航路がある。航路うまく通れるかな。あー、ダメだ、通れん。絶対やっぱり橋だがね、引っかかっちゃうんだよ。うん、やっぱりゴールデンゲートブリッジならいけるんだよな。ゴールデンゲートブリッジか。あー、高速でもいけるわ。高速かゴールデンゲートブリッジだね。まあもしくは航路を狭めてもいいけどね。あー、そうしよっか、狭くしちゃおうよこれ。こうやって、あ、航路が狭いとなんかスピードも落ちるっぽいな。なんか遅い、こっち速くなってる。じゃあ可能な限り狭いところは短くした方がいいですな。そんなできなかったわ、くそ。こういう時は横にちょっとね、こうやって伸ばしてあげる。こっちもね、伸ばしてあげる。そうするとここに新しい、ノードができるので、そこを多分いけるね。こんな感じでできますと。で、これ壊せばいいでしょ。よーし。これあれだよね、上から見てるだけだとさ、地面のこの起伏がわかんないから、いざ下から見るとグニャグニャだったりするよね、たまに。ほら、こんな感じでね。まあ、ここはまだマシな方かな。かといって全部真っ平らにするのもちょっとな。なかなか難しいよね。見栄えと
自然どちらを優先するかっていう。あ、今初めて気づいた。普通の道路だと50メートルの高さまでしか行かないんだけど、橋だと100メ、いやもっと行けるわ。どこまで行くのこれ。200メートルまで行けるの橋。すごっ。これす、は、柱がブラーンブラーンってなってるけど。すごいね。高っ。いや、これはこれですごい壮観な眺めになりそうではあるけどね。まあ、いくらなんでもちょっと高すぎるかな。使いどころ難しいけども、いつか使ってみたい。OK。こんな感じ。ぐるっと回るね。で、そこの支点である一番最初に作った、大橋の先をどこにつなげるかというと、まあ高速と、あとは地方道、ここら辺かな。あの渡辺マリーナの先の方だね。ここからもつなごうか。ここにあるジャンクションを一回壊して、南にも伸ばせるこういうジャンクションにしよう。はい、こんな感じ。これ下通るんだね、面白いね。はい、うん、いいんじゃないでしょうかね。これでとりあえず、しまなみ海道っぽいものができました。あとはここに、なんかいろいろ作っていこうか。まず最初、ここの島。やっぱ高い建物作っちゃうとすごい違和感がめっちゃありそうだから、基本低めの建物とは言っても低密度住宅とか今需要ねえんだよな全然。あ、テラスハウス行こうか。ヨーロッパ式にします。北アメリカ式でもいいんだけど、北アメリカ式ってなんかやっぱ都会の街並みなんだよな。ちょっと郊外感を出したいときはヨーロッパ式の方がいいんじゃないかな。商業もね、軽く。ここは今作ってるのは、住居の島、住宅の島。うん、それぞれなんか決めたいよね。住宅の島、あとなんだろうな、観光の島、産業の島。そんな感じで島ごとに特色を出していこう。本当はね、漁師町みたいなの作りたいんだけどな。漁港さ、漁港。残念ながらね、今はそういうのがないので、普通の一般家庭を作っていこうか。森の部分はちょっと残していこう。森の上も建物建てられるけど、そこはあえて自然のまま残していきたい。海岸沿いのドッグランとかね、作っておこうか。さあ、じゃあ次の島行きましょう。二つ目の島。風向きはどうだ？産業って作れるもんか？あ、すごいね。マップ外に向かって吹いてんのか、これ。あ、じゃあ全然いけるね。むしろここを産業にした方がいい気がするわ。作ろう。ただね、遠いんだよな、めちゃめちゃな。公共交通だってね、結構厳しいよな。まあ、大した広く作れるわけでもないから、いいか。頑張って。車で来てもらおう。こんな感じで外周道路を作って、産業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 、めっちゃ産業作る。お、産業需要が減っていく。いいぞ。でもどうせまたすぐ復活するんだよこれ。まあ多分こんなあんまり一気に極端に作らない方がいいんだろうなとは思ってはいるんですけども、まあじわじわ作っていくのは性に合わないので、もうやっちゃいます。駐車場を作んなきゃいけないな。忘れてました。はい。つうかこれ明らかに倉庫ばっか建ってない。このタンクって倉庫じゃない。石油化学製品倉庫がたくさんできた。これ大丈夫？こんなにいっぱいできて。すげえ不安しかない。なんか貨物港とかもう一個作った方がいいのかな。作っちゃおうか。はい。最短距離で回路を通す。こう通れるかな。よし。OK。新しい都市、ドーキングだって。いいんじゃない？お、早速来たよ。原油を持ってきた。おう、いいじゃん。原油だったらね、こういう貯められるしね。確かさっきあったような、原油倉庫。あったあったあった。はい、こっちも、島の西側に、産業地帯を置いていきましょう。ああ、これは地下水があるのか。ここまあ使いませんけどね。ちょっとできればあれだな、木材も伐採したいな。
この辺りの島とかね、木がいっぱいあるから、こうしてここに作って、いいじゃない、林業の島、それはそれで趣があってよろしいかと。 OK。 おっと、産業の島が高スキル労働者不足してるだって。マジか。高スキルだって平均学歴だよね。高卒がいないと。高校の数が足りてなかったりするか。いや、足りてはいる。小学校が足りてないね。小学校はね、不足気味なんだよな。全部ね、アップグレードして、在校生増やせるようにしてはいるんだけど。じゃあ、この生活の島に1個作ろうか。はい。森を伐採してしまった。ここだとなかなか通学してくんない？もしかして。おぉ一気に1000。1000はおかしくない？ここ全然いないでしょ。子供50人ぐらいしかいなさそう。他のとこから通ってんのか。すげえな。じゃあ、早速、拡張校舎。はい。あと500人プラスでいきます。おぉちょっと他のとこも作るか。渡辺マリーナ。渡辺マリーナ。そうだな。渡辺マリーナのあたり。ここら辺の小学校っていっぱい？ああ、いっぱいだね。作ろう。ついでにこの辺りの空き地も埋めていこうか。これは中密度住宅の北アメリカ式。あれ？あんまり適さないって言ってるな。高密度か。ああ、高密度になっちゃうんだ。マジで。わかった。じゃあちょっと小さめの高密度を作っていこうか。地価が上がるとね、こうなっちゃうんだよな。この産業の島に小学校作ったらどうなんだこれ。埋まるのかな。試しに作ってみようか。めちゃめちゃ空気汚染されて子供に悪影響ありそうだけど。うわマジか。子供の悪影響なんて関係ねえと。グラウンドも作っちゃおう。うわー、こっちもだ。すごいね。これもやっぱりみんな平均学歴がいないっつってんだな。近くに高校を作るか。工業高校ということで。高校はさすがに一気には増えないだろうな。まあ、これはね、おまじないみたいな感じで。建てるだけ建てとこう。あともう一個、観光の島を作りたいんですよね。ここにする？この一番大きな島。これ観光の島にしようか。ここ、まあ、これは取っとこう。ちょっと、三日月っぽい感じの島。ここの今、地熱発電所がある、この島を観光の島にしましょう。で、観光の目玉は、これ、中世の城。修復された中世の城。観光客に開放されている。この岬の方にね。はい。おー、中世の城。おー、すごいね。かなり細かいな。すごー。こういうのはあったら近くにホテルとか作りたいんだけどね。商業区画を作ってもホテルができるかどうかはもう分かんないからな。あ、てか客がいる判定になってるね。オレンジ色。道路沿いだとそうなるんだ。すごいね。じゃあちょっとせっかくだからちょっといくつか作ってさ、ホテルができたらそれ以外をぶっ壊すか。あんまりこうギラギラしたもの作りたくないもんね、近く。あとランドマークでシーアンの鐘楼っていうのもあるけどね。これも作ってみる？これも同じ島の中にさ。おお、すげえ。おお、かっこいい。でもごめん、やっぱりちょっと場所悪いな。場所変えよう。あー、ここいいな。ここにしようか。おっ、はい、こうしてあげると、おお、いいね。ちょっとよくない？観光客来んのかこれ。さあ、ホテルはあるのかチェックしましょうよっ。うーん、残念ながらなし。一個もなし。作り直せ。どうだ。はい、うん、なし。次できないなぁ。なんか条件ってあるのかね、そのホテルが建つ条件。これこうやって名前見ていけばなんとなくわかる気もするけどね。
ジョルーブコミックス。これコミックだから絶対違うじゃん。壊すか。明らかに違いそうだなってやつは一回壊してみようか。立ったそばからどんどん潰していくっていう。どうしても店を作りたい店主 VS、 どうしてもホテルを作りたい市長。お、なんか車来たぞ。なんだこの車。あ、ここのガソリンスタンドに来たの。わざわざ来たんだ。ごめん、壊すわ。あ、消えた。いやー、ダメだ。できない。これはかなりしんどいね。こういうね、区画を指定して入ってきた建物は自分で移動ができないからね。まあいっか、もうしゃあない。諦めよう。悔しいけど。はい。ひどい話だよね。こんな立派なの建てたのにさ、なくなっちゃうんだよ。ああ。あー、消えていく。諸行無常だな。あとこの下水をちょっとなんとかしたいな。てかこれ何、これ、これ下水じゃない？なんか何これ。謎の下水ラインがありますね。ぶっちゃけ土地を盛り上げて、でそれをまた下げれば、消えそうな気はしているものの、ちょっとそれだとあまりにも不遂だという感じがするので、今回はね、浄水所で吸い上げてみようかなと思います。水の流れが南側に来てるから、ここら辺にさ、ここぐらい作って。なんだこのマーク、初めて見たな。水施設が汚染。あ、なるほどね。はいはい、汚染された水を水道網に送り込んでいます。そうなんです。当然下水を汲み上げているんで、これをそのまんまうちの都市のね、水道管に繋いじゃうと途端に大変なことになるので、ちょっと見るだけ見ていいですか。繋いでみた。あー、すごい、見て、浄水の色がやばい、茶色い。これが、はいはい、行ってますね、行ってますね。さあ、どんどん流れていきますよ。今皆さんのご家庭にね、下水を届けてますんで、お待ちください。鮭が海から生まれた川に帰るように、下水も今はあなたの家庭に帰っています。さあ、ここで分岐をしまして、こっち行くと刑務所か。うん、まあ刑務所だったらいいんじゃないか。でこちらが本土の方にね、繋がっていると。いったー、いいぞー。引いてきた水が汚染されています。よし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 、刑は執行されたな。あ、待って、なんか水の流れ逆か。あ、向こうの土地側からこっちに流れてるんだ。なるほどね。取水してる勢いが強いところから流れてくる感じか。ってなると多分ここなんですよ、高度な取水施設。これ止めるか、一回。止めてみた。そうするといいぞー。ほらほら、水が足りないって言ってる向こう側。今ね、頑張って届けますから。待っててください。いっけー、下水。やったー。これこれ。ちなみに、幸福度にはどんな影響が？水が汚い、マイナス19。でも、小学校への徒歩の距離の方が幸せなんだ。どんだけ小学校の幸福度高いの。なんか我慢できる感じなんだね。大丈夫なんだ。まあちょっといいや、すっきりしたんでデータロードし直します。いや、ごめん、本当にやりたかったのはそういうことじゃなくて、ここで吸い上げた名ばかりの浄水を外に繋いで味付き浄水ということでね、市外の別の都市に売り込んでいってはどうだろうかと。こうやって今繋げたけどさ、繋がったね、繋がった、そうだね。これ、売れるのか、水。めちゃめちゃ売ってる。売れちゃうもんな。ガンガン茶色いのを送りつけてます。いやー、助かるな。
持つべきものは隣の町だな。というかさ、ここがまあなくなったとしようよ。全部ね、隣の町が飲んでくれて。でもここな、これが残り続けるんじゃないかな。これマップ外だもんね。タイル外だからどうしようもない。これ買えないんだよね。ん？待って、市民が体調崩してますだって。え、なんで？え、どこで？え、逆輸入された。隣の町から、君のどっからもらった浄水美味しいから送り返すよって、どっかから入ってきてる。うん、市外から他に繋がってる水道管ここだけ大丈夫だね。青いもんね。大丈夫です。はい、まあここはここで一旦ちょっと様子を見ましょうかね。さあ、ということで今回は初等開発をスタートしました。手始めにやったのはまずこちらの産業の島ね。貨物庫を作ったりとか、ここもそうだね。で、ここが、住宅の島。ちょっとまだ今スカスカな感じなんだけども、逆にあまりびっちり埋めるのはやりたくないんですよね。なんか田舎の郊外の集落って感じにしたかったんで、まあそのうちこのさっき植えた木がね育ってくれば、まあスカスカ感は減るかなと思います。最初に作った鉄道駅の地下はどうなっていますかね。よっ、おお、めっちゃいるじゃん、地下鉄。すごっ、めちゃめちゃいるぞ。これ言い過ぎじゃない？極端なんだよ、めっちゃいるぞ。え、これどうなってる？来てる、ちゃんと列車。ちょっとこれ車両数増やした方がいいかもしんないね。うん、海が見たい線と海を横見に線、まあどっちも港の方に行くんですけどね、渡辺マリーナの方面に。はい、海が見たい線来ましたよ。すげえ乗るんじゃねこれ。乗るよね。ああ、動いてる動いてる、うごめてる。うーわ、すげえ。つうかめちゃめちゃ待つね。もう出発してもいいと思うんですけど、他にもいっぱいほらいるから、なんか待ってない？そっちで列車ほら待ってるじゃん、そこにいるからさ。もう早く、もう行っちゃって。こっち側の今待ってる方の車両は何かというと、これも海が見たい線か。同じだな。じゃあもう待つしかないか。なんかこういうのがあるからめちゃめちゃここ人いっぱい、もしかして溜まっちゃってる、バグってる気がするな。あ、動いた動いた、やっと動いたわ。すげえ時間待ったぞ。まあでも明らかにアップデート前よりは使われてる気がする。うん、それは嬉しいんじゃないか。その分ね、こっち側、あ、ほら路面電車がすごい空いてるもん。当然この駅から横断歩道を渡る人も減ってるはずだからね、渋滞解消にも一役買ってるはず。あ、ここが地下鉄の入り口なのかな。おーおー、あー、くそ、見たい見たい見たいけど見れない、悔しい。そっち行きたいな俺も。次回も引き続き初等軍を開発していくのと、あとなんだろうな、ちょっと考えときます。なんかやってほしいこととかねあったらコメントいただければ、まあ全部はできないと思いますけど、あ、これはみたいなのあればやっていきたいと思います。ということで、よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。